闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前の。はい、始まりました、日刊マインクラフトの時間です。はい、今回もプレイしていきましょう。私が FB37 です。そしてこの空を支配すると言われている天空王キックマッツです。どうもホッツです。よです。では、黄昏の森のね、素敵な家ができるのかやっていきましょう。ブロード豆豆豆水とかもいいのかな。いやー、このラーメンブロックは正直やっぱ貴重やね。今頑張って集めてはいるが。ラーメンマン、ラーメン兄弟、ラーメン兄弟、兄弟マジゴミだから。違うよ、ラーメン兄弟兄貴がうんこだから。いや、弟もうんこやって。弟はちゃんとやってます。こっちが弟で兄貴だったんだよ。そもそもどうやってんだよ。それすら把握してねえよ、こっちは。ラーメン兄弟。雨降ってきた。黄昏の森よく雨降るような気がするな。まあでも別に降ったところだ。いや、なんか嫌じゃない？ちょっと憂鬱な気分になる。確かに、俺雨嫌いだしな。じゃあ、ちょっと植えてみましょうかね。お願いします。用土置いて。お、痛い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 、何、どうなってんのこれ、どうなってんだ。やばい、死ぬ、なんで、真っ赤面真っ暗。画面真っ暗。画面真っ暗。死ねえ。え、あいつ死んだね。え、どうなったの、どうした。一人で盛り上がり壁の中に入って死んだけど。あ、あれじゃない、なんか木がでっかくなってみたいな。すげえ、これ。え、どうだったのめっちゃ、なんていうの、でかい木ができた。おー、いいね。だから、ジャックと豆の木みたいなもん。あ、そう。使って、吹くんじゃない、巨人族の家。ああ、そうかもしんないね。お、すげえ、なんか、でかいね。家にできたの、家にできちゃった。いいじゃん、やった、おしゃれー。やばい、やっちまった、わお、あぶねー。すごい高いな、これ。ちょっと登ってみるか。巨人族いるぞ。だ、巨人族いそうになったら持ってこいよ。わかった。お前先に攻略すんなよ。そう、みんなで見ようだけど。でも多分これなんもないと思うな。エルバブにはみんなで行く。エルバフじゃない。なんかそんな赤ちゃんっぽいの。すげえ、うんこ花火見て。え、何が。え、この木。え、そんな木なの。あ、そうだね。まあ、そうだね。しゃ、ドライボーガチャタイム行きまーす。お、ドライボーガチャタイム、イエーイ。無限。ルル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 ル。さ。はい、うんこ。イエーイ。おぉ、たっけー。でもなんもない。意味はなかったんや。面白いだけ？面白いだけ。装備してないし、落ちるか。ほい。おー、怖っ。おー、高い。おー、落ちてきた。マスタング大佐のお手製オムライス！イェーイ。今回マスタング大佐が作ってくれるのはお手製オムライス。はい。どんなオムライスができるか予想してみましょう。どんなオムライスができると思いますか？甘いの。甘いの。なんだよ。慎重に進まんとな。カバン、ラッキーさん、
カバン。火打ち石1個。ラッキーさーん。カバン。ご飯。しゃべしたーご飯。ご飯砂利ないもんだって。地獄？うん。うん。めっちゃ雷鳴ってるよ。うるさー。さて、帰ろ。まあ、ぼちぼち手に入れたぞ。おー、やった。やるじゃん。ラーメンサラダってさ、あかんよね。何どうあかん。完全に騙されてる。完全に騙されてる、あれ。ラーメン、あれ。冷やしラーメン。やっぱ、うまいじゃん。うまい。ラーメンサラダを頼まれると結構俺は困る。愛は正義じゃん。でもそれならラーメン食った方がよくない？前だって、干し芋食うんだったらそれ芋食ってりゃいいじゃんって言ってるのと似たようなもん。あー、そういう感覚かな。いや、干し芋と芋は違うでしょ。いや、だからラーメンサラダとラーメン違うじゃんって今言ってんのと変わんない。でもラーメンサラダとラーメンがあるとき確実にラーメンを選んでしまうと思う、俺は。ラーメン兄弟？ラーメン兄弟。あの時はラーメンサラダしかないからとりあえず食ってるけど、どっちか選べって言われたらラーメンになっちゃう。あの時っていつだよ。同じく今思った。何の話？帰ってきたよ。ラッキーさん。カバン。このやりとり何回やるの？しかも、会話がマジで実りね。そう、成り立たないから。おー、すげえ。ジャックと豆の木じゃん。こいつはすげえな。ちょっと。パークでは4月に豆まきするよ。ラッキーさん。サーバルガン。サーバルガン？サーバルガン。強そう。うわ、ゴーレム消えてる。え、なんで曲がったんだろう。ほら、キックン、ミニオーロラタワー作ったよ。え、ほんとだ。うわぁ、虚しい。虚しい。芋食ってる、芋。あ、痛い、燃えてる。あ、ミニオーロラタワーで芋食った。まあ、オーロラタワー後で。豪快に使わせてもらうわ。おう。死んだよよ。もうえ、死んだ。やった。エオエオのこんがりステーキじゃん。ミディアムで上手に焼けました。なんか俺はうまいもん食いてえぞ。俺はスーパーベジータだ。料理教室始まる。もみ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 生意気な野郎。なぜいや、まだベジータはこんなことしないだったのに今はもうやってて当然だからな。ベジータならやるかなぐらいの感覚になってる。すまんキックン、俺のちょっとアイデアは半端ないからえらいことになるかもしれん。何の話だよ。何言ってんだあいつ。急にわけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ。ひらめいたわ、今。モンスターボール作る。どういうことだってばよ。よ、キックの手伝いをしろよ。そうだ、お前なんか助手って言って一回も手伝ってなくて。確かに。手伝わねえな。キックはかわいそうだ。マジ一回も手伝ってんよ。かわいそう。確かに、俺が助手ってことを忘れてた俺も悪いんだけど。でもキックン、建築途中にわけわかんなくなる。自分が何をしてるかわかんなくなる。まあでも、芸術は常に進歩してる。あれ？魔法の豆なんで持ってんだ俺。え？あれ、これ無限に使える？もしかして。マジかよ！じゃあ植え放題じゃん。このブロックって何ブロック？夢見すぎ、さすがにそれは。極太の、幹、プルーン。茎だ。極太の茎。茎だよな、これ。読めねえわ。
何言ってんだよ、人。戻した。モンスターボールなの？これモンスターボールやね。モンスターボール下半分は作んないんだ。え、どういうこと？下半分、作んないの？下半分はだからあれやで。白い部分だから。この上の部分は赤い部分やね。白い部分？ない、いや、これから作るってこと？いや、違う、白い部分はここ、ここ、これ、これ、これ。白い。何これ？いや。しょうがねえだろ。バランス悪い、悪いじゃん。しょうがねえだろ、白ねえんだからよ。じゃあ、ちょっと太くすればいいんだろ、ほら。若干、確かにバランスは悪いなと思ってた、俺。くだらない建造物。あ！言ってしまいましたね、新井さん。新井さんだったんだ。このなんか変な煙で建築物見えない。めっちゃ作業しにくい。そうだったんだ。それ消えないのしばらく。消えるよ。いやこれずっとついてるけど、レッドストーン、トーチを回収すれば。なんか屋根の煙突とかに使うらしいよ、これ。ああ、そうなんだ。ああ、なるほどね。マジで？ちょっとお前それいい案だな。イメージ一個湧いたぞ。あれ？これってことはさ。うん。いや。ダメだわ。よっしゃ、みんなモンスターボールできたぞ。え？え？いいか、じゃあお前らここに登って上から見下ろせ。ちゃんと見下ろし台も作ったから。行くぞ、このモンスターボールには秘密が隠されてるんだ。ああ、行くぞ、行け、ピカチュウ。消えた。戻ってったけど。行け、ピカチュウ。ほら、ピカチュウが中にいるだろ。いた。え、デメキンじゃなくて。いやいや、ピカチュウだろ、これ完璧に。あ、今日は出てこないのかな。あ、落ちた。モンスターボールの中に、ちょっと俺も見たい、俺も見たい、俺も見たい。誰か開けて。なんか、多分なんだけど、すごい、潰れた、椅子かなんかみたいな。車に轢かれたリスみたいな。うわぁ、ちょっと、あらわ、口が見えてないから、そこからだとまだ。こっからの方。口あったの？口ある、口ある。え？やっぱここから見た方が一番いいな。あ、これ完全に潰れたリスだね。だって血吐いてるもん。マジか。だ実際俺も怖っと思ったわ。この目怖っ。これやっぱ目だったら。目怖っ。これ一瞬電気袋なのかなと思ったけど、これ目だったんだ。俺目だよ。うわ。これ入ったら出れないんですけど。もうかかったな。とうとうかかったな。モンスターボールに囚われた。ここでピカチュウと一緒に暮らすがいい。一生。怖っ。邪神、やっぱり邪神像じゃん。これ怖いで、多分子供見たら泣くで。トラウマもんだよ、これ。まず目が飛び出てるしね。もうせめて出口作ってくれよ。ほら、出ろよ、こっから。こっから出れるで。怖っ。もう二度と開けることはあるまい。意味な。開けたらだって化け物が出てくるから、ね。やばい、モンスターボールが勝手に起動してる。なんであれ。どうしてこいつ、どうだったの。怖っ。呪いじゃない、これ。何かが起きてるぞ。ピカチュウが封印解かれようとしてんじゃない。怖え。ちょっと真ん中を見やすくしようとして、真ん中もタワーウッドにしたら
この真ん中から見えるピカチュウが超怖い。世界に邪神が放たれようとしてる。やば。怖っ、これ。これ、どうなってんだ？1マス空間開けるとこうなるのか？いや、違う。これ単純に、レッドストーンランプで、レッドストーン入力がオンになってるから、今。それに、多分。あ、そうなのか。そう。重なったから。なんか上の部分、脳みそに見えてきたもん。わかる。なんか脳みそっぽいよね。うん。怖えー。